こんにちは、ブライアンとアンちゃんです。我々はとうとう日本一周の旅、青森県に入ってきました。そういったところで、現在我々は青森県の青森市道の駅浅虫温泉におります、はい、この青森市内ということでねぶた祭りの資料館となっているねぶたの家わらせに行っていきたいと思います。はい、まあ、ねぶた祭りといえばね、本当にねすごい迫力があるし、で何より、こういった観光客であっても跳人と呼ばれる、祭りを盛り上げる踊る人になることができるということで、可能であればお祭りを見てさらに跳人にもなりたいなと今ちょっといろいろと計画を練っているところです。計画練ってた？練っています。ということで、こんな祭りに興味あったね。いややっぱ日本一周してる今やからこそできることでもあるやんか。ね、だから別に普段全然こんなお祭り男じゃないけど、ね、この8月の上旬だけはもう夫婦揃ってお祭り人間になると。はい、私もなんですね。はい、強制参加です。はい、跳人になります。跳人になります。ということで、まあいろいろと考えてて、まあ何にせよまずねぶた祭りというものの魅力や歴史を知らないと始まらないということで、今日はその一番の資料館であるねぶたの家わらせに行って、はい、いろいろと勉強してこようと思います。はい。はい、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、わらせに行く前に、まずちょうどいい時間になってきた、今11時もう50分ということなので先にお昼ご飯に行こうと思います、はい、でお昼ご飯ということで、まあ、青森県で青森市の来ればこの海鮮丼だけは絶対食えという海鮮丼が道の駅の近くにあるので早速そこに行ってみたいと思います。はい、カメ大丈夫？はい、ズルズルや。はい、行きましょう。あれあれ、鶴亀屋食堂。すごいね、店内の雰囲気も、うん、本マグロ、本マグロ、本マグロって書いてある。うちのおすすめは本マグロ丼です。ポーンって書いてるけど、うん、失礼します。ミニです。今日は20枚に。え10枚やないね、ミニ。そう、これが本マグロ丼。本当はね、中サイズがもうこれの多分3倍ぐらいで深くてボーンってなってるのがあるけど、ちょっと我々の財力が不可能ということでミニサイズにしました。美味しそう。美味しそうね。美味しそうな方から。トシさん顔緩んでるよ。どんなんなの？まあ美味しいよね。美味しいよね。めっちゃ気になる。顔がどんどん緩んでる。全然臭みないわ、このマグロ。今マグロ眺めながら食べてるんだけどさ、うんうん、いいな。お刺身でいただかないとね、うん、マグロいただきます。ほんまやね、ここ緩むわ。口の中で溶けてって美味しい。めっちゃ、うん、三陸重宝とか秋田とかいろいろ我慢したけど、ここにおっといてよかった。ほんまは一人一個欲しかった。ちょっとね、こっちの方がね厳しいから。 YouTube 頑張ろう。頑張ろう。ごちそうさまでした。美味しかった。トロの部分すごかった。最高やったね。ねえ、とろけたね、本当に。美味しかった。いやー、眠くなりそう。ほんまやね。いやでもこれから、はい、回らせていきます。はい、頑張りましょう。はい、2階にあるんやね、チケットコー。でも確かに秋田のね、生ハゲとちょっと雰囲気がかぶるよね、うん、なんでかわからんけど、すごい怖い顔してる。さあ、なので生ハゲのことは知ったから、今度はねぶたのことを知りましょう。はい、すごいすごい。もうスリットの先にちょっと大きいの見えるね。大人620円。あ、ジャフあるぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、ここから楽しみ。あれ550円。あ、団体料金になってる。ジャフで団体料金にしてくれたな。2人やったぜ。わー、もうすでに音が聞こえてくる。ジャワメクの意味が分かった。わー、すごいね。見上げるとねぶたの骨組みがありますので、ぜひご覧ください。すごいすごい。ねぶたっていうのは当時は骨組みが竹で作られてて、うん、でろうそくを灯し使ってたけど、そのろうそくとか飲み物をもらうために出せ出せって掛け声をね、うん、出せたんだって。でそれがラッセラッセっていう語源になった。出せ出せがラッセラッセになってたってこと。へえ、面白いね。ラッセラーラッセラー、すごい迫力やな。早すぎて見えへん。
街全体でこんな盛り上がるってすごいよね。すごいよね。しかも外の人も入れてやろう。そら雰囲気もすごいわ。知ってた？だってさ、ねぶた師ってねぶたを作ることだけで生計立ててるんでしょ、うん、それがもうびっくりやったわ、うん、そもそも1年がかりだよね、作業は。考えるのも終わったらすぐ考えるね。え、すごいよな、ほんと毎年毎年この祭りに全てかけてるんやな。9月にも準備始めてる。あー、すごいな。この紙がさ、意外と薄いねえ、なんか感覚がちょっと障子みたいな感じする。こんなのさ、あのでっかい形でさ、街中歩く。すごいよな。たった5日 ?2,3,4,5,6,7 6日間ためだけに。スカシも綺麗やった。ねえ、最初炭が入って、一旦スカシを入れて、それぞれに色を塗っていくと。そしたらな、こんな迫力のあるねぶたが完成していくんよな。すごいわ。マイねぶたを作ろう。あ、ねぶたの服洗いするの？あの、さすがに自分で作るには難しかった。あ、難しかった、ね。さっき、あなたが遅かったからやっちゃったの。強そうな方がいいな。うん、かっこよくしよう。でした？で、あなたを描いたねぶたが、これです。あんちゃん作のねぶた。おー、いかついね。いかつめにしてみました。自撮りしとかんでいい？せーらせーらせーら。あ、任せろ。俺がもう史上最強のねぶたを作ってやろう。最後、時間は過ぎてあるから。いやいや、すごい。急いで急いで。あー、いいね。真剣なブライヤー。あと50秒。ほら、できた。どう？私が作りました。強そうじゃない？なんか、ツルツルテンやね。ツルツルテン、そう強そうやと思うやん。強そう。はい、制作者。すごいね、一番古いのって何年？ここにあるのは昭和37年1962年。かからずっと新しいところまでの歴代の賞を受賞したねぶたが飾られてんねんな。戦後に始まって、うんうん、その歴代のねぶたで受賞したものたちか、団体と書いてあります。たくさんねぶた並んでるけど、どれが一押し？全部なんか似たような感じに見えるから。失礼な話やな。多分な、一番最新が一番すごいに決まってる。そうな、安直やな。ほら、かっこいい。いや、確かにすごい。去年2022年、これ目の前で流れたらすごいね。びっくりするね。それが一番でしょ。あ、毎年よりいいもの作ってるんやから。なるほどね。あなたは？俺はあっちかな。いや、もちろん新しいものもすごいけど、俺はこれに惚れたわ。国引き、なんかもうこの何、地獄のような色使いがめっちゃかっこいいなと思ってさ。反対としての迫力もすごいし、古いけどこれ好きやわ。いろいろあるね。ね、あ、すごいね。これが実際実物のねぶた。すごいでかいな。意外と小さく見える。それは全部が見れるからそう感じるかもしれんけど。生演奏と羽戸の体験ショーがなんか開催されてて、うんうん、それが1日3回やるうちの最後が15時10分からあと5分ぐらい。5分やな。で、20分間ある。おお、急ごう。まあ、それ先に見ようか。うん、行こう行こう。すげえ。他にも大きいのが2つもある。本日はバランスでお越しいただきましてありがとうございます。これから私たちお囃子の演奏いたします。ぜひ来てください。すごい迫力やね。ねえ、この太鼓のバチさ、何センチあるんってぐらい。やばいよな、1メートルぐらいですよな。準備運動中。そしてそう準備運動つらなかった。祭り。はい、それでは。
面白かったね、あれと体験。羽となっちゃった。なったね、うん、2分ぐらいやったけど普通に疲れたね、うん、めっちゃしんどかった。これ2時間やんの、ほんま。これでまあ2時間ぶっ通してやる人も実際中にはいるらしいし、化け物やな。足ね、アキレス腱切る人も続出してるのね。羽となるとアキレス腱切って切れるまで頑張っちゃうんだろうね。やばいな、俺ら旅でキングになるかもしれない。いや、そこまでやらない。手に中止して休憩。なるほど。いやー、すごいよ。楽しみになったわ、今から。好きな人は止まれないんでしょうね。あ、止まらんわな。俺がさ、もう県外からいろんな人たくさん集まってさ、一体になってやるから面白いよ。いやー、早く行きたいね。マジで。めちゃめちゃ楽しみだった。羽になったよ。いやいやいや、もう物足りんわ、こんな。いろんなバンライファーと一緒に飛びたいわ。あ、確かに、それはね。ね、思い出になるよ。いやー、楽しみ。どうどう、触れるんやな、ねぶた。覗いて触って確かめてって書いてたから確かめて。どうどう、破れそう、めっちゃ薄い。でも骨格すごいしっかりしてる。これ重いで絶対。あー、ほんとよ。中はこんな感じで、中すっかり木の枠と電球が入ってんのか。へえー、面白いね。間近で見てるからすごい迫力もあるけどさ、うん、でも本番さ、これ前後さえ動かせって言ったよ。いやね、なんかもし最前列で座ってたらさ、うん、こんな感じで座ってさ、うん、これがもう言葉でくれよ。そうやね、しかも動いてくるもんね、今止まってる。ほら上見てよ。あ、どれどれ、すごい迫力で。おい、こいしょ、下から上見上げた。あー、これが迫ってくるんか。って動いてきた。だから最前列でも見たいし、うん、羽人にもなりたい。私見たい方がいいかな。つまり2日は必要。さっきめっちゃ見たいなって思ったもん。思うよね、これ。7時とはいえ平日で並めるからすごいね。うん、楽しみですね。ね、青森で有名な味噌カレー牛乳ラーメン。ね、聞いたことあった？聞いたことはあった。それこそ他の人の動画で見たことあるけど、うわー、どうなんやろうって言っていざ食ったらとんでもなくハマるって。味噌と牛乳なんかうまいもんにうまいもんやからさ、うまい決まってるよ。でも牛乳使ったラーメンって俺は知らんな。知ってるやろ。なんかあったっけ。ちゃんぽん。あー、じゃあうまいわ。よかった、食べる前からうまいの確定。なナンバー。はい、ということであっという間に夜になりました。すごい微妙な顔で始めた。いつもそんな感じよ。あっという間だった、ほんと1日早かったね。ね、てか今日は一日、はい、時間とお金と贅沢をしました、はい、お昼は鶴亀屋食堂で小ぶりながらも立派なマグロ丼をいただいて、はい、でその後はねぶたの家マラッセに行ってねぶたの歴史や実際に昨年に賞を受賞したねぶたの実物を見て、うん、その迫力に圧倒され、そして先ほど夕飯にこの青森の有名なご当地ラーメンである味噌カレー牛乳ラーメンを食べてと、もうとにかくこの青森市に詰まってるもう魅力の、まあ、中心部っていうところを満喫をしたのかなと思います、はい、でもやっぱり個人的にはもうねぶたがとにかく良かった、はあ、そんなに良かった、めちゃくちゃ良かった。なんかもう入った瞬間からこうラセラセっていうムービーも流れてたし、ね、なんかこんだけこう一体感のある祭り、うん、でこれだけ大きな規模でさ迫力のあるものってもなかなかないなと思って、うん、なんか心が躍った初めての参加型お祭り、うん、そう、しかも自分の今まで来たことのなかったこの東北の地でっていうところがやっぱりすごいワクワクするから、これは早くも8月のねこのシーズンは絶対狙っていきたいね、うん、まず天気がいいことで体が元気になると、でまああわよくばそこでまた新しい友達とかもできてみんなで祭りをね盛り上げられるといいよね。いやー本当にもうあの2ヶ月後は楽しみになる1日でした、まあ、すぐやるね、元気に過ごしましょう。はい、はい、ということでじゃあ今日はねぶた祭りやっぱり実物みたいなと思う人はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。
すごいよね。だって元絵がこれやってんな。それがこんな風に立体化って何やってんの。まあね。あ、もうすでに顔羽パネルしてきておる。羽とや、羽とがおる。ちょっと掛け声して掛け声。あれ？え？で動画撮ってんの。ラッセラッセしてよ。ラッセラッセやってたやろ、ほら。そう。やったよ。